ナイス。へい。お、面白い。お前のシュート見せてみろ。ああ、なんで避けてんだよ。グローブ忘れてた。その潔癖どうにかなんねえのか。霧島君、このボールもらうね。お前、小田切。小田切だ。今日も可愛いな、ミオちゃん。小田切はな、みんなの人気者でジョバスのレギュラーなんだが、シュートがなかなか入らない。あ、うまい。霧島君、霧島君もバスケ部なんだからいいとこ見せなきゃだね。おーよー、うおー、ミオちゃん。なんでてめえらまで。今のは俺への頑張ってだぞ。一人シューティングマシンか。青山くんすごいね。サッカー部なのになんでそんなシュートが入るの？感覚。感覚？手袋してたら打ちづらいのにすごい。私シュート下手なんだ。ねえ、師匠って呼んでいい？そのテクニック盗みたい。青山と、うそ。小田切、うちらの番だよ。はーい。じゃあまた後で師匠。おい青山、いくらお前でも抜け駆けは許さねえからな。近い。いいか、1年3組小田切美桜はな、学年1のスタイルと学年1の可愛さを合わせ持つ俺たち1年男子みんなの憧れ。1年にしてバスケ部のレギュラーだし、練習中にシャンプーのいい匂いがするんだよな。性格も明るくて気立てもよし、そしてよく飯を食う。何よりあの笑顔最高だぜ。小田切は俺たちの学校で会えるアイドルなんだ。ミオちゃん、何やってんだ男子。次はお前たちの試合だ。チームに分かれろ。青山お前もだ。掃除は試合の後にしろ。青山くんバスケもできるんだ。体育などよくやれるもんだ。女子、第2試合始めるぞ。みんなで小田切の応援しようぜ。頑張れ小田切、頑張れ。ちょっと顔がいいからって騒ぎすぎじゃない男子ね。だいたいあんなでかい女可愛くないでしょ。言えてる。感じ悪。小田切、気にすんな。やだ、最近どんどん大きくなってるのバレてる？バイーン。そっちじゃねえから。負けるな小田切。クソ男子ども。あ、何？ミオちゃんうめえ。言っただろ、小田切はジョバスのレギュラーだって。恵まれた体格に身体能力も高い。ただシュートだけが絶望的に下手くそなんだ。なんだあいつ、でかいだけでシュートは全然ダメじゃん。惜しい。惜しくねえよ。どんだけポジティブだよ。ほんと入らないな。小田切も部活後は残って練習してるみたいなんだけど。何事も得意不得意があるからな。ヘイ、オッケー。3組の山川と白鳥、バスケ部じゃないのにうまい。おナイス、イエーイ。私たち今はバイトに明け暮れる帰宅部だけど。いらっしゃい。中学まではバリバリバスケ部だったのよ。山川さん、山川のミドルシュート。小田切も頑張ってるけどこの試合厳しいかもな。
小田切ごめん、足手まといになっちゃって。大丈夫大丈夫、まだまだこれからだって。次は決めるってまた外してんじゃん。足手まといはどっちなんだか。ち、小田切気にすんな、どんどん打ってけ。ラッキー、迷子迷子させない。小田切、ミオちゃん大丈夫？じゃあやっぱり無理だったか。お前にシュート力さえあればな。このままだとレギュラーは厳しいかもしれん。師匠、私どうすればいいでしょうか。どうすればシュート入りますか。そんな方法あるわけないじゃんね。なんだこの沈黙。見つめすぎだっつーの。韓国、さっきと言ってること一緒だよ。韓国、韓国。小田切、大丈夫か。はい、やれます。カナ、オッケー。うわ、通さない。小田切、速攻だ。まずい。いや、大丈夫、絶対外す。リバウンド取るよ。まさか。感覚、それは本能のままにリングにぶち込めってことですよね。いけー師匠。ああ、やっぱすげえ。特に残り5分に入ってからの動き半端ないな。青山、男なら体でぶつかっていけ。先生、それファールです。徹底して誰にも触れさせない、それが青山くんですから。ナイスシュー。青山、そこはハイタッチだろうが、喜びを分かち合え。そうだそうだ、お断りします。うおー、ミオちゃん！これが感覚の力。小田切がダンクを決めた。すげえぞ小田切。入った。よかったじゃん。うん、師匠見てくれましたか。なんか分かった気がしてきました。これも師匠の指導のおかげです。いや、何もしてないけど。またまた師匠、謙遜しちゃって。小田切、今青山触ったよな。え、ちょっとあんた、気安く青山に触ってんじゃねえよ。青山が嫌がってんだろ。え、そうなの。師匠ごめんなさい。あれ、平気なの。お前まさか潔癖が。治って。なんだ、いつも通りじゃん。あ、だったらなんで。小田切だけ、まさか特別な存在。す、好きなのか。どういうことだ。見ちゃった、見ちゃった、いいもん見ちゃったぜ、特ダネだ。ここだけの話なんだけどさ、青山がくにょくにょくにょ。マジ本当。
ケ部の先輩だ。まさか青山を締めに。てめえ、小田切を泣かしたらただじゃ済まさねえからな。先輩落ち着いてください。授業始まりますよ。また来るからな。もう事件じゃん。青山が小田切よね。小田切もまんざらじゃないらしいよ。学園の人気者同士お似合いかもね。青山と小田切ってできてるらしいぞ。今日は早退する女子が多いな。チーム青山の連中壊滅的なダメージ受けてんな。もうダメ。終わった。しっかりして。私たち終わりかも。なんでなんで、なんでそうなるの。わかんないな。私は己の小ささを知りました。後藤ちゃん、なんで泣きながら暴食してんの。最近食欲がすごいです。おい青山、お前もう手は繋いだのかよ。なんだそのため息は。師匠。よっ、噂のご両人、昼間からお熱いね。そりゃこんだけ騒ぎになればね。そうそう、したらさ、ありがさやか、俺と握手してくれないか。あんたが握手なんてどういうつもりよ。まあどうしてもって言うならしてやってもいいけどさ。おれ、おちょくってんじゃねえぞ。ちょっと誰か、青山が倒れた。なぜだ。何やってんだお前。誰か先生呼んでこい。せいや。チャンピオン。青山もやろうぜ。絶対に嫌だ。バカか、青山が腕相撲するわけねえじゃん。青山ほどの潔癖だと他にもいろいろ普通のことができなかったりするんだろうな。師匠、私この間の試合で30点決めました。それも全部ダンクでね。すごいんだかすごくないんだか。そんな褒めないでよ。相変わらずだねあんた。小田切美代。初めて名前呼ばれた。にしてもこの間の試合すごかったな。小田切たくさんシュート決めて、あれからずっとダンク練習してたし、よかったな。あ、何これ。青山お前マジで小田切は平気なのか。レディーゴー。っていうかお前本当は腕相撲したかったのかよ。机はダメでも小田切は OK って、やっぱりお前。いいでしょ。そういうことじゃないの。ほら行くよ。またね師匠。青山ありがとな。うまい。お弁当忘れるなんて一生の不覚。お？師匠、このお弁当私に。
その代わり明日俺に弁当を作ってきてくれないか。こいつがマジで付き合ってる。じゃあこれどういうこと。衣装のお弁当おいしい。聞けよ、はあ、このご恩明日きっちりお返しすれば。マジか。押すなよ。校長室だろ。いつもここで食ってんの。師匠にはお世話になってばかりなんで、私一生懸命作ってきました。でかいな。潔癖のお前が他人の作ったものを食べられると思ってるのか。抜け駆けは許さねえって言っただろう。俺も小田切の弁当食べたい。食べたい。はあ、てかいつもここで食ってたのかお前。校長室を掃除する代わりにここで食わせてもらってんだって。しかしこいつ小田切を独り占めしやがって。小田切美代、今週の日曜試合を見に来てくれないか。青山ってそんな積極的だったか。大胆ね。俺は宣戦布告と受け取ったぜ。小田切はどう返す。わかりました師匠、勉強させてもらいます。噛み合っているような噛み合っていないような。見せつけてんのかそれ。おっしゃクエスト完了。わーい。はああれ、サンちゃん暗いね。青い山脈、お前色恋ごとに血迷っているようだな。見ていればわかる、今のお前が人との触れ合いを求めていることくらいな。違う。何が違う。言っておくがな、恋愛なんて人生の浪費、時間の無駄だ。俺たちが生きるべきはどこまでもクリーンな世界。違う、そんなんじゃねえよ。色恋とかそんなんじゃねえんだ。ただ、なんで触れられても平気なのか、オイラだってわかんねえんだよ。触れる？何のことだ。そこまで言うなら信じてみるが、あいつ、どんどん強くなっていくな。試合見てくれなんてさ、青山あんたのこと好きなんじゃないの。え、富士見高校先制点決めたのはやっぱりこの男だ。師匠が私を。あっ、なんだ。え、おう、いいじゃん。え、まだ付き合ってなかったの。二人はラブラブなんじゃ。いや、そういうんじゃ。え、マジ付き合ってないの。ラブラブじゃないの。なんだ、付き合ってないのか。はあ、早速拡散だ。青山付き合ってないってよ。よかった、信じてたし。応援気合い入れる。ラブラブじゃなかった。そうと分かれば、いくよ、せーの、クリーン、クリーン、青山。おい後藤、大丈夫か。そこに恋愛感情があるかはわからないけど、でも青山くんは小田切さんといることで普段やりたくてもできないことをやっているのかもしれない。う、青山くん、本当はハイタッチしたくてしょうがなかったなんて。
いすぎます。たまりません。お掃除お掃除。好きだ。